毎週金曜日配信の週刊アソプラス。今週のアソ市の話題から週末のイベント、お出かけ情報をお届けします。まずはアソインターネット放送局 WebTV アソからのお知らせです。阿蘇市移住者紹介企画で取材させていただいた三浦さんご夫婦のお家をルームツアー形式で紹介する動画を公開しています。こちらは空き家だった絶景古民家を購入し、古道具が似合う理想のマイホームに改修、古きを生かす間取りの工夫が随所にありますので、移住・家づくりの参考にぜひご覧ください。次は道の駅阿蘇の春のイベント、手野の牧屋でわらび狩り体験と国造神社巡りのご紹介です。4月23日の土曜日は阿蘇で春を満喫しませんか？道の駅阿蘇の人気イベントわらび狩りが行われます。当日はまず国造神社を散策し、一般の人は普段入ることができない草原に現地の方の案内で入り、わらびの収穫をします。参加費は手作りのランチがついて大人3000円、小学生以下1500円、定員は先着順の4グループとなっています。詳細お申し込みは道の駅阿蘇のイベントページをご確認ください。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。